2足目買いましたということでね、普通のスウェットよりかはあの生地がねポリスリンコットンの代替のやつ。はい、本日はですね今月着たい洋服というのをねご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、冬も本番になってね、今月が一番ダウンジャケットのメインの時かなと思うんですけどもね、毎月恒例というか、不定期恒例の、着たい洋服というのを紹介していきたいなと思います。以前ですねもうこの靴こっそり買ったんですよと、エアジョーダンのタクシーってこの靴買ってずっと履いてるんですっていう話しててね、でこれ履くのめんどくさくないですかっていうお声もあるんやけど、これ僕実はね紐ゴムにしてるんですよ。だから履くのとかもね結構ビヨ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 伸びて意外と履きやすいっていう風にしてるんですけど、特に冬場意外と良かったです。足首守られるからこうやって履くじゃないですか。こんなね冬場とかって結構ここの辺寒かったりするんやけど、意外と守られててね、おめっちゃええやんと思って、結構履いてます。というかほぼ毎日履いてるっていうのがこのエアジョーダンなんですけども、皆さん言いましたよね、これコメント書いたら嫁ぞ気づくぞと、こっそり買ってんのにバレたらどないすんねんって言ってたんですけども、2足目買いましたということでね、今回はターミネーターというモデルを買わせていただきました。っていうのもこれがねまた合いやすいタイミングがあるんですよ。あ、もちろんこれもあれですよ、ハイモデルですけどもちゃんと紐をゴムに変えておりますので、脱ぎ履きがめちゃくちゃ楽ちんという風になっておりますので、こんな感じで、履けるということですね。だからスニーカーとしては2点なんですけど、1点目はこのエアジョーダンの、タクシーってモデルかないう色で、僕のパーソナルカラーがイエローなんでね、イエロー系は合うでしょうと。で次がねこれターミネーターという元々 あの元祖の色なんですけど、こちらの色をね買ってみました。ただこういうスウェットとかやったら同系色になって変かなとかって思うんですけど、これがまた合うやつがあるんですよ。後々喋るけどもね、こういったスニーカー系をね履いてきたんですけど、皆さんいつも通り僕はこの、椅子の下に隠しておりますのでね、秘密にしておいていただければいいかなというふうには思います。では次はですね、この着てるやつ今から紹介していきたいなと思うんですけども、アウターはねこれ海外製のヌプシなんですけど、今年ちょっと僕の中でヌプシがねあんま当たりじゃなかったっていうところで、いいダウンジャケットにね巡り合われへんかったなっていうちょっと残念な年ではあったんですけども、冬シーズンではあったんですけどもね、このあたり去年よく使ってた、後でこの辺も紹介しますけども、ここら辺が、一番いいんじゃないかと。でインナーはね僕もこれ完売しちゃってるんやけども、僕が作ってるねスビンコットンのインナーなんですけど、これスビンコットンの代替のやつ、今シマナコナってシーアイランドコットン探しますので、楽しみにしておいてください。シーアイランドコットン、スビンコットンでわけわからん人からしたらね、暗号みたいな話だけど、そんなで、ネックレスつけたりとか、あとパンツがね、おいお前年33にもなってスウェット履いてるやないかいって思うじゃないですか。でスウェットって寒いと思うじゃでしょ。やけどね実はこれ先月ね買ったんですけどね、これノースフェイスの一応防風性のあるスウェットなんですよ。でどんなもんかなと、それほんまに防風性あるかなってことで一応履いてみたんですけど、確かに普通のスウェットよりかはあの生地がね通さんようにはなってたんですけどもね、いつもねブラックばっかりやからねパンツがね、ちょっとたまにはねこういう感じでラフな感じやけども、こうジョーダンでね足元だけ合わせる遊ぶっていうのもねいいんかなっていうことで、引き続きこれは2ヶ月続くジョーダン履いてますけど、こんな感じとは言いながらもね、もう毎日ね着てるダウンジャケットって結局はねこれなんですよ、ヌプシのこのシュプリームノースフェイスバージョンで。なんでこれ着てんのっていうとね、とにかく風通さへん、めちゃくちゃあったかいってことで、普通のヌプシでも全然あったかいとは思うんですけども、これはもうそのもう一個上でね全く風通さないんですよ。だからどんなに暴風吹いて寒っていう時あるじゃないですか、これ全く風通ってこへんということで非常に重宝しております。結局これを超えるダウンジャケットがねまだなかったっていうことなんですけども、ほんまね以前までガンガン着てたこれもね着たいところではあるんですけど、もうこれ破れてるんですよ。だからこれ以上着ちゃうともっと穴広がってきちゃうんで、ちょっと一旦止めてるっていう感じで、ほんまはこれは着たいんですけどね、穴が開いちゃってますので、今後検証する時とかにね使えなくなったら困りますので、一旦寝かせてるという状態ではあります。ただやっぱ嫁とかにねちょっとこれ持っといてとかで持たせるじゃないですか、めっちゃ重いなって言うんでね、やっぱ女性の方とか体小柄な方とかはあんまり向いてないかもしれないですね。もう僕は慣れちゃってるから全然重たいとかあんま思わんけども、そらレザーでダウンジャケットでそういうもんでしょとしか思ってないからねあれなんですけど、ちょっと重たいかなというふうには思います。そして次がですね、とにかくこのスニーカーに何が合わせたいかっていうのをお見せしますね。結局はこうですわ、メンズってなんだかんだ言うとね、綺麗めがもちろんかっこいいのは分かってるんだけども、アメカジが好きなんてやっぱり忘れれないんですよ。なんか田舎に住んでる人とかでもそうでしょ、地方はなんか嫌やとか古臭いとか何もにもないとか言いながらね都会に出てきたりしてね、都会のね洗礼を浴びたらね、やっぱり田舎っていいよなと、地元っていいよなとかって言い出すと思うんですけど、それと一緒でなんだかんだ言ってジーパンにこのグレー系のスニーカーの相性の良さね、もともとはスティーブ・ジョブズ先輩がやってたんですけどもね、スティーブ・ジョブズパイセンもニューバランスにジーパンっていうね一番
番かっこいいスタイルやったけども、やっぱこれね決まりますよね。スカーンといきますけども、まあ、春とかになったらこういう感じのね合わせなんかもいいかもしれないですね。こうやってちょっと大人っぽい感じでこういって、もうちょっとしたらサングラスも仕上がるから、サングラスがパチンってかけて、まあかっこいいかなと思うんですけども、まあそういった合わせができると。これも結局プレネで買ったけども、言うたってそんな高いとこじゃないのでね、まあ、いつも毎度お世話になってるスニーカーダンクさんですけども、買わせていただきました。そして次はちょっときれいめな感じをね行きたいなと思います。大阪市内のね本町っていうね、まあ、ビジネスマンがいっぱい集まるとこあるんやけど、そことかちょくちょく行くんですよ。でちょっとファスナー仕入れたりとかね、そんなんやるたびに行くんやけども、そういう時とかってやっぱちょっときれいめな格好していきたいじゃないですか。ってなったりしたらね、ちょっとこの間その辺のセレクトショップで見かけたんやけども、こういう中綿ブルゾン、ちょっとブランド名は分からへんから下にリンク載せてると思いますけども、これ中綿のブルゾンなんですよ。今日かっこよくないですか。こう襟元とかもちょっとコーチジャケットっぽい感じにもなるし、このチンガードもついてあるし、チンガードをこれ後ろにやることもできるんですけども、まあこういった感じのね大人な装いといいますか、そういう時はスニーカー、ああいうのは履きませんよ。バンズとか履きますけども、まあこんな感じのね合わせで、まあ大阪市内にねお邪魔させていただくと。でやっぱその時はね薄いサングラスは欲しいですけどね、ちょっと目が見えるぐらいのサングラスをちょっとかけながら、これでさっそうとホットコーヒーとか持ちながらね、ちょっとまあ商社の方行かせてもらって、あどうもこんにちはなんて言って、タクゾーさん見ましたよなんてね言っていただいて、ありがとうございますとか言ってこう交渉したりとかしたいなと思うんですけど、まあこの辺りがね今月着たい洋服かなと思います。全部で7点8点9点ぐらいあるんかな、ちょっとわからないんですけども、大阪市内ぐらいってのはね、これ前ねちょっとボタンやからほんま隙間からね風入ってくるとかもあったりするんですけども、まあ大阪の市内ぐらいだったらこれで全然十分いけるからね、いいんちゃうかなっていうのと、あとまあ黒のパンツもねそろそろ出ますよ。でもう1月下旬に入ってくるやつは完売しちゃってるんやけども、次3月の10日かな15かなちょっと忘れたけど、その辺に入ってくるやつが今一応生産してもらってるので、それもね下リンクは載せてるんですけども、まあ、それ以外にも例えばこういう格好した時とかって、まあ、ブラックでかっこいいのはかっこいいんやけど、ちょっとパンツをねスラックスあってもいいかなと思って、グレーのスラックスちょっと作りたいなっていうのはもう個人的に思ってるんですよ。っていうのもこの今度出すシャツあるでしょ、シャツにこの合わせたいんですよ、スラックスとかもね。だからそんなもちょっとやろうかなと思ってるんですけども、今の段階ではスニーカーは今ここで一旦終わり、次買いたいな欲しいなって思うのが今んとこはないから止めとくけども、またあったらポチってるかもしれませんけどもね、そんなことで今月買いたい洋服ということになっておりました。いよいよね来月からね2月3月になってくるとね、そろそろちょっと春をね意識した感じにしていかなかったので、もうちょっと色味がね欲しくなってくるんですけどもね、また来月再来月もねやりたいなというふうに思ってますので、本日はですね今月着たい洋服をご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。